シャチは1994年に結成された静岡県岩田市出身のパンクロックバンド。2010年12月に解散。2015年1月より活動再開。1994年にメンバーたちの地元である静岡県岩田市で結成された。結成後1年足らずでヤマハのティーンズミュージックフェスティバルに出場し、 全国大会オーディエンス賞受賞という経歴のパンクバンドである。この時の受賞曲ゴミがテイクの運営するダストバックスレコーズの名前の由来となっている。当初は東京を中心とするライブ活動を行っていたが、ハンサム兄弟らの所属していたリアス式海岸レーベルから初アルバムをリリースした2000年に初の全国ツアーを行って以降2005年まで、 ツアーバンドとして全国を回り、青春パンクブームの一翼を担った。2007年には渋谷クラブクアトロで行われた旋回、記念単独ライブの模様が DVD としてリリースされた。ダストバックスレコーズはサボテンのファーストアルバムを全国流通で再発し、セカンドアルバムをリリースするなど、テイクの注目したバンドをリリースするレーベルである。シャチ作品は、 2003年以降、元トランキリナライズドレコードのマジャックスク社と共に立ち上げた運、ドゥーレーベルの名義でリリースされている。2010年12月23日、エンディングロール、渋谷クラブクアトロにて解散。16年の活動の幕を閉じる。その後、2015年1月1日元旦に再始動を発表した。タイプの異なったツインボーカルが、 それぞれが作った曲を自分で歌うという珍しいスタイルをとっている。主にテイクは初期パンクに影響されたノリのいい曲、ヒでタはポップなロックを作ることが多いが、歌詞においてはどちらの曲もひたすら前向きであるという共通点がある。公式サイトによると、シャチという名前は海という音楽シーンの中でクジラのような大物のバンドも食べてしまう。また、見た目は可愛くて触りやすいが、 牙を剥いたら怖いという意味合いで付けられたという、ありがとうございます。